バシリー・バシリエビチクズネツオフは、ソビート連邦の政治家、外交官。ユリウス歴1901年1月31日、コストロマ州ソフィロフカに生まれる。1927年5月、ソ連共産党に入党する。1931年から1933年まで、金属工学を学ぶためにアメリカに渡っている。帰国後、 1940年代初頭から党と国家の初期間で勤務し、1955年ソ連第一外務時間を経て、ブレジネフ時代の1977年に新設された最高会議幹部会第一副議長に就任した。ブレジネフの死後、1982年から1983年まで幹部会議長代行を務める。以後、百八十四年、 1985年のアンドロポフ・チェルネンコ両最高会議幹部会議長の死後、議長代行を務めた。1982年12月31日には国家元首たる議長の代行としてソ連国営テレビにて新年の祝辞を述べている。1986年、第一副議長のポストをピョートル・デ・ミチェフ文化省に譲り、年金生活入りした。 1990年6月5日、モスクワで89歳で死去した。彼は、ミハイル・ゴルバチョフが、この記録を破るまで、ソ連及び、ロシアの国家原始経験者のうち、最長寿の人物であった。ありがとうございます。